はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今日はちょっとね、ゲーム動画をちょっと撮ってみたいと思います。って言っても、ゲームをやるわけじゃなくてね、ちょっと気になることがあったんで、ちょっと動画にしようかなと思って。で、これね、ファミコンのディスクシステムで、こちらがネオファミっていうファミコンの互換機、これにこのディスクシステム、こうぴったりね、こんな感じでぴったりつくんですけども、このファミコンの互換機っていうのが、拡張音源に対応してないらしいんですけど、ちょっとね、聞いた感じ、結構鳴ってるような気がするんで、ちょっとね、ディスクシステムのね、このゼルダの伝説、これをちょっと、起動して、音の確認をちょっとね、してみたいと思います。で、じゃあ早速ね、ちょっとやってみますね。ね、ゼルダの伝説。これ、拡張音源が結構拡張音源で音が鳴るようになってるらしいんですけども、うちのこの、ちょっとまずパワーね、パワー入れて、じゃあ入れますよ。なんか結構よ鳴ってる気がするんですよね、ちゃんと。どうでしょうね、なんかちゃんと鳴ってるように聞こえるんですけども、無改造ですよ、これ改造してないですからね、ネオファミ。鐘の音もちゃんと鳴ってますよね。で、どうでしょうね。で、改造する方法っていうのもね、載ってて、ネットにね、結構出てて、でそれで改造した音と改造前の音とちょっと比較もしてみたいなと思って。で、まずは、これはね、改造前の音ですね。はい、ではね、改造終わりました。で、改造の様子ね、動画に撮りたいなと思ってたんですけども、やっぱね、動画撮りながらだとちょっと作業しづらいので、作業のね、様子は画像で撮りましたんで、こんな感じでやりました。
ね、ググって見ていただければ、先人の方がね、改造されたホームページとかなんかそういうのね、見つかると思いますんで、それを参考にしてやれば、私もね、こういう工作そんなに得意ではないですけども、結構簡単にできました。うん。ではね、じゃあ早速試してみたいと思います。ね、ゼルダの伝説。まず電源入れてね。じゃあどうなったか。ゼルダの伝説入れて試してみたいと思います。違いますよね。結構音違うような気するんですけども、この辺も違いますもんね。成功したんじゃないですかね。細かい音も出てますよね。はい、というわけでね、ネオファミの今回は改造、拡張音源にね、対応できるように改造してみました。なんとかうまくいったみたいですね。うん。では、最後までね、ご視聴していただきましてありがとうございました。またね、ゲームタクノミとかでね、ゲームやりながら、また、ご紹介していきたいと思いますんで、今日のところは、ね、改造編ということで、この辺でね、失礼させていただきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。